ハイン・リヒ13世、ロイスツー・グライツは、2位系、ロイス公国の統治者。ロイス・グライツ公、ハイン・リヒ11世とその妻で、ロイス・ケストリッツ博・ハイン・リヒ24世の娘である、コンラディーネの間の次男として生まれ、1800年に、父の後を継いだ。1802年にグライツの町を襲った大火の後、焼け落ちた、運転レジ1809年に、 古典主義様式の宮殿として再建し、公爵家の居所をオーベレ城からウンテーレ城に移した。ハイン・リヒ13世はまたオーストリア軍に将軍として使え、神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世とも親友の間柄だった。ハイン・リヒ13世は自分の領国を1808年にライン同盟に、1815年にはドイツ連邦に参加させた。 ウィーン会議に際しては、ザクセン王国との間で、領土継争問題が持ち上がったが、ハインリヒ13世の側が譲歩し、保証となる領地を与えられることで納得した。1786年1月9日に、キルヒハイム・ボランデンにおいて、ナッサウ・バイルブルク・コーカール・クリスティアンの娘ルイーゼと結婚し、間に3人の息子を設けた。ありがとうございます。